皆さんこんにちは、ひなです。本日はですね、私今回初めてじゃん、ユニクロのオンラインでお買い物をしましたので、その購入品をご紹介していこうかなと思います。もう一気に暑くなって、今回は夏物メインを大量に欲しかったものをゲットしましたので、今回も簡単にはなるんですけど、コーディネートもご紹介しながらやっていきたいと思います。よかったら最後まで動画を見ていっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、というわけでまずはじめにリップ紹介をさせていただきます。本日使っているリップはこちらですね、ヨーっていうブランドのリップなんですけども、こちらのグランピングリップグロス04番を使っております。ちょっとツヤ系の色が、深みのあるような色のリップですね。めっちゃ可愛くて、最近髪色を、こんな感じでちょっと暗めにしたんですけども、相性がめっちゃ良くて気に入っております。はい、ではユニクロオンラインで購入したアイテム紹介していくんですけども、今回なんでオンラインでお買い物したのかっていうと、オンラインでしか販売されてないアイテムあるじゃないですか。それが欲しかったんですね。なのでそれがまず最初目的で見てて、もう一気に他にもいろいろ欲しかったものが、目星をつけてたものがあったので購入を決めたっていう形だったんですけども、普段はいつも私店舗に行ってお買い物することがほとんどです。なので試着して自分のサイズ感、あ、やっぱりこっちの方がいいかなとか、私の体型的に S サイズが基本的にちょうどいいジャストサイズにはなるんだけど、こう大きめの方がいい、いやでもやっぱりこっちはこうの方がいいみたいなのとかも、実際にこうね鏡を見て選ぶことが多かったので、今回結構ねサイズ感とか色合いとか実物見てないからどうかなって思ったんだけど、全部ね届いたもの、めっちゃ良かったので、そのあたりもご紹介しながらやっていきたいと思います。はい、ではまず一つ目なんですけど、ちょっと一つ目からすいません、3色買いしております。もうね、最初に言ったオンラインでしか販売されてないアイテムが欲しかったって言ったと思うんですけど、そのアイテムこちらになります。はい。ずっと狙ってはいたんだけど、九州だと店舗にはなくて、もう多分関東だったらあるのかな、実際店舗か、もオンラインで買うしかないっていうことだったので、もう思い切ってオンラインで買うことを決めたアイテムです。それがねこちらです。はい、もうめっちゃ三色買いっていうね、もう絶対使うもんと思って買いました。こちらのアイテムがですね、ホルターネックブラタンクトップです。でサイズは全て S サイズを選んでいて、お値段2290円、カラー展開が4色あるんですけど、その中で私はピンク、ホワイト、ブラックの3色を購入しちゃいました。はい、だってこれ絶対使うもんと思って購入したんですけど、本当に夏になるともう暑すぎて、私はもうキャミソール、もうタンクトップしかほとんど着なくなっちゃうんですね。もうそれぐらいここ数年だとそういうアイテムばかりを夏着てたので、間違いなくまず使うだろうっていうのと、このホルターネックタイプのアメスリめっちゃ好きなんですよ。アメスリでもいろんな形があるけど、私この形の方が自分の骨格的に結構すっきり見えたりするなっていうのが、自分でこういろいろ着てみた中で感じていたので、もうそれも含めて買いました。でなんと言ってもこれね、名前にある通りカップ付きなんですよ。もう最高じゃないですか。もう絶対欲しいってずっと前から狙ってて今回買いました。はい。でカップ付きっていうことで、このユニクロのねアイテムも知ってる人多いと思うんだけど、こういう形でちょっと見せますね。カップがもうこう裏についているみたいな形なので、ずれることもないし、安定感もしっかりちゃんとあるんですよね。私がもう激推ししているこのねエアリズムのチューブトップ、カップ付きのものあるんですけど、もうそれも同じく本当にめっちゃ使えて、それと同じような感じでカップがついてます。でリブ状のこういったデザインになってるので、本当に1枚でもうこれとデニムとかスラックス、スカートとかでも完璧にコーディネートが決まってしまうので、これは買いだなっていう、もう本当それだけでした。はい。で色も本当に悩んで、もう間違いなくまずホワイトとブラックはもう絶対使うじゃないですか、何にでも合うし。でただこのベビーピンクのカラーがめっちゃ可愛すぎて、もうこれも買っちゃいました。で実際に着てみるとこんな感じです。私普段からユニクロのこういったカップ付きのアイテムは S サイズを選ぶことが多いので、今回は S サイズを全て選んだんですけど、サイズ感は全然問題なかったです。しっかりと安定感もあって、ちょっとこう胸のあたりが不安な感じとかも全くなかったです。脇の部分、この腕下あたりとかもそんなにこう不安定な感じはないですね。で
コーディネート合わせ方なんですけど、さっきも言ったように本当に何にでも合わせやすいので、まあ、それこそシンプルにね、まずはスラックスに合わせてみたりだとか、あともデニムも間違いなくめちゃくちゃ可愛いなっていう風に思っています。で、あとはスカート合わせもさっきも言ったみたいにすごく可愛いなって思っているので、ブラックはなんかオールブラックとかでまとめたりしてもすごい可愛いなっていうことでコーディネートをね、まず簡単に作ってみたんですけど、もうね、間違いなくこれはもう使えるので、まあ、ぜひね、ちょっと気になるなって方はもう私がおすすめします。これはもうエアリズムのチューブトップに引き続きもう超推しのトップスになるであろう商品になっているっていう形でございました。はい、もう最高ですね、これは。なんか夏ほんとお家で楽にお洋服着てたいなとかって時めっちゃ活躍するんじゃないかなと思います。これ1枚じゃなくて上からね、こういった鍵編みのサマーニットとか重ね着したりとかしてもいいかなって思うので、はい、まずはこれを一気に3色替えしたという形です。はい、では続いてのアイテム、続いてはこちらを購入してみました。ちょっとこうポコポコっとしたデザインが特徴の半袖の T シャツなんですけども、こちらがですね、シャーリングティーという商品名になってます。で、私サイズこちら S サイズ、お値段1500円ですね。で、カラーはホワイトのカラーを選びました。これも私の中で、え、ユニクロから出てるのっていう驚きだったんですけど、結構ユニクロさんってシンプルなベーシックなアイテムが多いなっていう印象だったので、本当にこうシンプルな白 T だったりとかはもう私毎回ユニクロさんにお世話になることが多いんですけど、このちょっとポコポコっとしたようなデザイン可愛いと思って、え、あるんやと思って、これも一目惚れをして即カートの中に入れました。で、これもカラーがね、何色かあったんだけど、白がやっぱ一番なんかこういう暑い季節とかだとすごくこう涼しげもあって使いやすいなっていうことで今回白を選びました。で、まず実際に着てみるとこういった感じのサイズ感になります。 S サイズなんだけど割とゆとりはあるような感じ、ピタッとしてる感じではないサイズ感になっています。で、めっちゃ透けるわけではないんだけど、多分白だからかな、ちょっとこう下のインナーの色は透けそうな感じの生地感だったので、中にインナーを合わせる場合は同色のカラーだったりだとか、こう響かないような色の方がいいのかなとは思います。で、これ私個人的にデザインもめちゃくちゃ惹かれてるんですけど、何より着心地がすごく良かったです。結構伸縮性がこうあって、あんまりピタッとしすぎてるもの、夏って暑く感じやすかったりとか私はするので、このぐらいちょっとね、通気性のいいようなサイズ感はかなりいいなと思ってすごく気に入っております。で、これもね、本当に万能に使いやすい T シャツだなと思っているので、まあ、デニムはもちろん、まあ、このすごく綺麗な真っ白ホワイトなので、オールホワイトコーデ夏にやっぱしたくなるので、そういった組み合わせとかできてもめっちゃ可愛いんじゃないかなと思ってちょっと合わせてみました。ボトムスにインもしやすい感じの丈感なのですごく使いやすそうですし、何よりこう T シャツですごい楽ちんなんだけど、でもこういったポコポコとしたデザインなのでね、シャーリングのデザインなのですごいそこがね、こなれ感も出てめっちゃいいんじゃないかなと思ってこちらをね、買ってみました。こんな感じです。はい、では続いて、じゃん次もちょっと白なんだけど、結構白惹かれるんですよね。結構やっぱこういう淡い色がすごい好きなので選びがちなんですけども、こちらの商品名がレースクルーネックセーターです。で、サイズこちらは M サイズにしました。で、お値段2990円のカラーがオフホワイトです。これはね、まあ、あの長袖のタイプのトップスにはなるんだけど、まあ、こんな感じのレースですねの感じのデザインになっております。で、サイズ感も多分こうピタッと着るなら S サイズでいいのかなとは思ったんですけど、ユニクロのオンラインの中でスタッフさんであったりだとかが身長別で着用サイズもちゃんと記載してある状態で着用画が載っているんですね。なのでそのあたりを参考にしながら、私ぐらいの身長の方はだいたい M サイズを着ている感じが多かったので M サイズを選んでみました。で、実際に着てみた感じ、サイズ感は全然問題なく M サイズで良かったなって思ってます。これもピタッと着ても可愛いんだけど、やっぱりこういったデザインはちょっとゆるっと着る方が個人的には好きだったりもしたので M で良かったなって形です。もっとゆるっと着たいなって方は2サイズぐらい上げちゃってもいいかもしれないですね。
こういう形でね、あのレースのアイテムになるので、中のインナーをこれも同色でまとめてしまったりとかした方がいいのかな。まあでも黒でもいいかなと思います。で、首周りがこれ私 M サイズになるので、ちょっとジャストサイズの選んだ場合はちょっとわからないんですけども、そんなに詰まっているみたいな形もなくって、着心地もかなりストレスフリーで良かったです。チクチク感とかも全くなくって、すごくボトムスインだったりだとか、まあ、それこそこの夏以外にも秋にかけてでもたくさんいろんなコーディネートの幅が広がりそうだし、使えそうだなと思って購入してみたアイテムでございます。で、まあ、これも何でも合いますよね。やっぱりシンプルにもう幅広くたくさん使えそうだなっていう形なんですけど、こういった形のちょっとダボっとしたボトムスに合わせたりとかしてもすごく素敵かなと思って合わせてみました。個人的にはボトムスインをしたりして、ゆるっとだるっとした感じで着るのがこれは可愛いのかなと思ってるので、そういった感じで使いたいと思います。まあ、夏は私基本的に本当キャミソールノースリーブばっかり着るんですけども、こういったね長袖のちょっとこう透け感のあるようなアイテムは夏一つ持っておくとね、結構ね使えるんですよ。室内結構冷房効いてたりとか、まあ、このぐらいの方がいいかなみたいな時とかも意外とあるじゃないですか。なので、こういったアイテムをちょっと今回買ってみました。はい、では続いてこれ新作かな、こちらでございます。ケーブルクルーネックセーターっていう商品なんですけど、めっちゃ可愛いなと思って、こちらを買いました。こちらの、まずサイズが M サイズをこれも選んでますね。で、お値段2990円のカラーが03番グレーっていうカラーを選びました。これちょっとまずねもう実際に着てみた、感じをお見せしたいんですけど、こんな感じです。めっちゃねこうシルエットがすごく綺麗で、すごくすごく好みのアイテムになっているんですけども、こういったニットの半袖のアイテムって物によってはちょっとこの肩周りとかが結構なんていうんですかね、こうガタイよく見えちゃうというか、モコッとした感じの印象に見えちゃったりとかするものとかがある中で、すっきりとした感じの印象で着ることができました。で、ちょっとパフスリーブではないんだけど、少し肩の部分がポワッと丸い感じのシルエットになっているので、そこもまたねすごく可愛いなと思ったんですけども、なんか上品に着れる半袖の夏のニットっていう形ですね。で、これサイズ感すごく悩んだんですけど、私は M サイズにしてよかったなって思います。これもちょっとあんまりピタッとしすぎると、私個人的には結構ピタッとなってるのがあんま好きじゃないので、 M サイズでちょうどよかったです。もうこれはベーシックにシンプルに、まあ、黒のスラックスとかそういったカラーのボトムスに合わせて着たいなっていうのがあります。これにメガネとかつけちゃったりとかしてもすごい可愛いかなと思うので、なんかこうちょっと上品な夏スタイルみたいなね感じで、私のイメージですけど、こういうコーディネートとかで美術館とかなんか図書館とかそういったところとかいいかなみたいなそんな感じですかね。はい、そんな感じですけど。で、ニットなんですけど、これもチクチクとした感じは全然なくて、ですごく着やすかったです。で、あと問題はね、まあ、ニットなのでちょっと厚さがどうなのかっていうところがあるかなと思うんですけど、まあ、やっぱりめちゃくちゃ暑い日もうずっと外に日中いますってなると、まあ、多少やっぱ厚さはあると思います、ニットなので。なんですけど、まあ、普通に、まあ、車でこう出かけして室内でこうお買い物するとか、まあ、お出かけするカフェで過ごすとか、そういった時は、全然もう着やすいアイテムになってるんじゃないかなって私実際着てみて感じたので、ちょっとそのあたりとかもよかったら参考にしていただけたらなと思います。こちらはねオンラインじゃなくて普通に店舗とかでも販売しているアイテムなので、よかったら気になる方は店舗の方でも見てみてください。はい、では続いてもこちらです。はい、ちょっとこれはね夏にしては暑いんじゃないかっていうのはあるんですけど、あの欲しいなと思ってもうこのタイミングで買っちゃいました。で、こちらはさっきの半袖と一緒にこうセットアップみたいな形でね着ても可愛いアイテムになっているんですけど、商品名がケーブルクルーネックカーディガンです。で、サイズこちらも M サイズ、お値段3990円のカラーは私今回これピンクにしました。これもねめっちゃ悩んだんですよ。なんかそれこそさっき言ったみたいにこの半袖で、まあ、同色のカーディガンを一緒に着るとか肩にこう巻いてみるとかしたらすごい可愛いなとは思ったんですけども、まあ、時期をいろいろ考えた時にまだそういう着方をすることは
この夏はないだろうなと思って、だったら自分のもう普通にこうセットで同色で買うんじゃなくって、もう好きな色をそれぞれ買おうっていうところで、半袖はグレーの方を買ったんだけど、カーディガンはピンクを選びました。可愛くないですか？あと多分私イエベハールだからすごい多分明るく見えるんですよね、こういったカラー。すごい可愛いなと思って、まあ、ただこれはあの夏は暑いです。暑いんだけど、このケーブルの感じめっちゃ可愛いと思ったのと、まあ、これもさらっとね、ちょっとこう肌寒くなった時用に持ってても別に全然いいのかなとか。もう早いですね、まだ夏始まったばっかですけど、秋物として使ってもありかなっていうことで買っちゃいました。こちらも欲しかったんです、これもで、これサイズ M にしたんですけど、私の身長で着てみるとこんな感じになっています。まあ多分基本的にカーディガン1枚で着るっていうよりは、何かしらこうインナートップスを着用した上に羽織ったりだとか、ボタンを閉めてトップスみたいな雰囲気で着ることになると思ったので、サイズはジャストサイズの S サイズではなく M サイズを選んでいます。可愛くないですか？もうね、これは間違いなくまずデニムに合わせたらすごい可愛いと思って選びました。これにスニーカー合わせとかもすごい可愛いなって思いますし、まあまだ全然暑いからあれですけど、もうちょっとこうね、季節がねこう過ぎてちょっと涼しい感じの時になったら、ロゴティーとかそういうものとか中に入れてこれを羽織ったりしても素敵かなっていうことで買ってみました。同じくこれもチクチク感とかはなくてすごく着やすかったです。まあ、めっちゃ真夏のアイテムではないんだけどね、ちょっとついつい可愛いなと思って買ってしまいました。はい、はい、では次こちらです。これも新作のアイテムですかね。こちらはサペンブラウスっていう商品で、サイズこれは L サイズ、結構オーバーめで着たかったので L サイズを選んでます。でお値段2990円のベージュっていうカラーを私は選びました。まあ、サテン生地大好きすぎるので、もうこれ出た瞬間、あ、もう間違いない買おうっていうのがねすごく早かったんですけども、カラーがこれも何色かある中で、最初ベーシックに白か黒なのかなとは思ってたんですけど、このベージュを着ているモデルさんすごく可愛いなと思って、なんかベージュって言ってもちょっとこうなんて言うんだろうな、少しカーキっぽさもありつつ、うん、すごく上品な色で素敵だなと思ってこちらを選びました。まあ、白シャツだったりとか黒の、ね、羽織物って夏に使えるようなものを持ってたりすること多かったので、白の、ね、アイテムとかその上からさらっと羽織るのにすごく使いやすそうだなって思って選んでみました。でサイズ感なんですけど、ジャストサイズ、 S サイズより2サイズ上げて L サイズで今回購入しています。まあ、さっきも言ったようにシャツは基本的に私はこうさらっと羽織ったりするアイテムで、ゆるくダボっとした感じで着たいので、いつもサイズを上げるんですけど、これも L サイズぐらいまでサイズアップしてよかったなって思ってます。でこれのまずデザインなんですけど、これ上まで締めれるタイプのシャツじゃないんですよね。もうここ首元がこう V で、もうそもそもこう開いているような感じになっていて、まあ、襟を抜いたりとかしてきても可愛いかなって思うし、あとは全部外したりとかして、ここ首元がこう開いているような涼しげのあるようなシャツになっております。もう本当にさらっとこれは使いやすいアイテムになっているので、もう羽織としてこれからの夏は着るパターンが多くはなってくるのかなとは思うんですけど、これ1枚で着た時とかはこんな感じでボトムスに合わせたりとかしてもすごく可愛いのかなって思っていて、大人っぽくなんか洗練された雰囲気で着れるようなサテンシャツだったので、ちょっといいなと思って、もう大好きなのでね、こちらも買ってみました。すごい使いやすいので、これからの夏に大活躍すると思います。はい、であとラスト2点あるんですけども、続いてこちらです。ずっとねトップス続きだったんだけど、ボトムスも買いました。はい、でこちらなんですけど、パラシュートパンツっていう商品名で、その中でもオンラインだけで販売している丈長めタイプの方を今回買ってみました。でサイズは S サイズの、お値段2990円、カラーはブラックを買いました。これね、普通にパラシュートパンツ標準丈は店舗でも販売されているものになるんですけど、私身長が162センチで、まあ丈感的に全然問題ないものも、もちろん店舗サイズ標準丈のものとかであるのはあるんだけど、できればちょっと私はこう丈長めにずるっと履きたいなっていう感じだったので、まあ、今回オンラインでお買い物するっていうことだったので、初めてこのね丈長めタイプのものを買ってみました。で履いてみたんですけど、こんな感じです。めっちゃサイズ感良かったです。基本的にいつも丈長めの感じの方が好きっていうことなので、ジャストは S
なんだけど、まあ、その丈とかを見ても M サイズにするっていうパターンとかが多かったんですけども、今回はウエストだったり腰回りのサイズ感を S サイズで良くて、この丈だけがね長くなってくれるのはめちゃくちゃありがたかったので、今度からねちょっとボトムスとかは一回こうオンラインとかで丈長めのものがあるものはそうやって選んでみてもいいのかなっていう風にすごい感じたアイテムでした。何よりねこの落ち感っていうのかな、下にこうちょっと重みが出るのがすごくめっちゃ嬉しかったです。で何よりこのパラシュートパンツすごく形が綺麗なので、結構カジュアルになっちゃうアイテムなんだけど、大人っぽくも着やすいアイテムになっているなっていう感じだったので、ちょっと大人っぽくこういったパンツ履きたいなっていう方めっちゃおすすめのアイテムでした。でウエストはこういう形でね両方からキューってこう絞りがついてて絞るようなタイプになっております。で足元も自分でクシュッと締めていただくような仕様になっているので、結構ね最近はアウトドアなことをねキャンプだったりとか、愛犬と一緒にドッグランに行ったりとかすることとかも多かったりしてたので、そういった時に使いたいなと思って選んでみました。でもね普通に私服としてこれにヒールのある靴とか合わせたりとかしてもすごく可愛いので、いろんな形でこれも着れそうということで買いました。めっちゃ丈長め良かったので、私みたいに同じ悩みがある方とかはぜひちょっとね丈長めタイプのものを選んでみるといいんじゃないかなって思います。はい、ではラストです。ラストはもうこれ完全に私のもう日焼け対策として買いました。はい、こちらです。このね UV のアウターになっているんですけども、こちらがポケタブル UV カットパーカー、言えてるかなを購入しました。で、サイズはゆるっと大きめで着たかったのでL サイズにしてます。お値段3990円のカラーがブラックっていうことで、もう UV パーカーですね。ちょっと今さらっときますね。こんな感じ。これもうめっちゃちょっと使いすぎてあれなんですけど、もう今年は焼けたくないっていうところで結構いろいろね UV 対策頑張っている中で、このちょっと撥水加工のタイプの方をまずちょっと買ってみました。すごくいい。もうなんかさらっとなんか着やすいし、いろんなお洋服に合わせても別にそんな違和感が出ないってところがめっちゃいいかなっていう風に思っているんですけど、フードもねやっぱ L サイズなので大きくてこんな感じで全部閉じて着れるのですごくありがたいです。で撥水加工なのですごくそこがまずねいいなっていう点、アウトドアとかするので、でこういった巾着でこう収納もできるようになっているので、そのあたりとかも含めていいなってことで購入してみました。でエアリズムのすごく夏でもこう涼しく着てられるタイプの UV パーカーあるんですけど、それも狙っています。で多分すごくこれからまた暑くなってくると思うので、その時にはそちらをね使っていきたいなって思っているんですが、一旦こういうアイテムも持っておくと便利かなってことでこちらも買ってみた感じです。はい、というわけで以上今回がユニクロのオンラインでお買い物したアイテムです。もう今すぐに使えるアイテム、もうめちゃくちゃ機能性のいいアイテムと幅広くちょっと今回選んでみたんですけども、いやー本当にちょっとオンラインで最初ドキドキしてたんだけど良かったです。まあ、詳しくやっぱりサイズ感だったり着用画像とかも載っているので、いつもユニクロで買ってるサイズ感とかその感とかも頼ってっていう感じではあったんだけど、全然無事にお買い物できてめっちゃ良かったなって感じでした。もしなんか同じような悩みだったりオンラインでお買い物したいなっていう方は、今回ちょっと私がこういった形でお買い物してみたので、よかったら、少しでも参考になれたらいいかなと思います。はい、というわけで今回は以上になります。またねちょっとユニクロ縛りで夏のコーディネートアップしたいなって思ってるので、その時にいろいろ今回紹介したものもコーディネートご紹介したいと思います。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。